今日はロコモコ風目玉焼き丼を作りました。料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ロコモコ風目玉焼き丼を作っていきたいと思います。通常ロコモコはね、ハンバーグが乗っているんですけれども、今回はですね、ハンバーグを作らずにフライパン一つで簡単に作れるレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。合いびき肉、卵、玉ねぎ、とろけるチーズ、ケチャップ、中濃ソース、お砂糖、おろしにんにく、お酒、サラダ油。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずひき肉なんですが、こちらは今回合いびき肉を使っていきます。こちらはお好みのひき肉で作っていただいて OK です。そして卵のサイズに関しましては、こちらはお好みで OK です。あとはとてもシンプルな材料で味付けしていきます。ちょっとね、今回はニンニクを入れるんですが、もしニンニクを控えたい場合はこちらは抜いていただいて OK です。そしてお酒に関しましては、こちらは塩分の入っていない清酒を使っていきます。そして残りの材料ご紹介します。材料はこちらです。ご飯、レタス、ミニトマト、あとはパセリですね、こちらを使っていきます。ご飯以外のものに関しましては、こちらはトッピングなのでお好みでトッピングしてみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにこちらの玉ねぎをみじん切りにしてください。やりやすい方法でね、みじん切りにしていただいて OK です。こちらを切っていきます。そして玉ねぎはですね、ちょっと細かめにね、みじん切りにしてください。そうすることでね、馴染みが良くなります。玉ねぎはこれで OK です。ではフライパンで炒めていきます。まずサラダ油を薄く敷いてください。全体に伸ばして火にかけます。火加減中火です。一度フライパンを 2、30 秒温めてください。はい、そして温めたらここにまずひき肉を入れます。そして炒めていきます。これで一度7割から8割ぐらい火を通していきます。このようにね、結構油がたくさん出てね、パチパチね、弾いてくるときはペーパーで少し油を拭き取ってください。ものによってはね、結構出てくるのでね、その時はこんな感じでね、拭き取ってください。これで8割ぐらい火が通ったら、ここに玉ねぎを入れます。そして一緒に炒めていきましょう。あとはね、お肉と玉ねぎにしっかり火が通るまで炒めてください。そしてお肉と玉ねぎに火が通ったら、まずお砂糖と、そしてお酒を加えます。これを一度混ぜてなじませます。お砂糖に関しましては、最初に入れておかないと味が浸透していかないので、必ずね、ケチャップとか入れる前に入れるようにしてください。これでだいたい30秒ぐらいね、なじませて、そしてケチャップ、あとは中濃ソース、そしておろしにんにく、こちらを加えて一度よく混ぜましょう。よく混ぜたら一度火を止めてください。そして2箇所にね、卵を割り入れます。ちょっとね、くぼみを作りましょう。そしてくぼみめがけて卵を割り入れます。やけどしないようにね、注意してください。直接割り入れるのがね、怖いなっていう時はお皿に割り入れて、そしてこの中にね、入れていただくといいかなと思います。そしてここにとろけるチーズですね、適当にパラパラパラーっとね、はい、このように散らします。そしたら蓋をして、もう一度火にかけます。火加減弱火です。このままね、卵に火が通るまで加熱していきます。目玉焼きの半熟具合はお好みで調整してください。ではね、くつくつ煮ている間にトッピングの準備をしていきます。まずレタスですね、こちらは水洗いして水分をしっかりね、拭き取ってください。そして適当にね、手でちぎりましょう。こんな感じでね、ちぎっておいてください。続いてミニトマトです。こちらはね、半分に切ります。
これで OK です。トッピングの準備はこれで OK です。はい、今ちょうど4分半ぐらい経ちました。蓋を開けます。これで卵に火が通ってれば OK です。先ほども言いましたが、目玉焼きの半熟具合はお好みで調整してください。それでは盛り付けたいと思います。では最後トッピングしていきます。まずご飯を用意してください。そしてこのひき肉をね、まずここに乗せます。ひき肉部分を全体に乗せましょう。そして目玉焼きを乗せます。はい、そしてあとは空いたところにレタスですね。そしてミニトマトを乗せます。そして最後ちょっとねパセリを散らします。はい、トッピングはこれで完成です。こちらはお好みでやってみてください。はい、これでロコモコ風目玉焼き丼の完成です。こんな感じに仕上がりました。それでは目玉焼きを割りたいと思います。目玉焼きはね、このように程よい半熟加減に仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。目玉焼きが半熟ですごく美味しそうです。ではいただきます。卵が半熟ですごく美味しいです。卵のまろやかさがちょうどいい仕上がりになってます。味わいはもうね、ロコモコ丼です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のロコモコ風目玉焼き丼のポイントです。まずひき肉なんですが、今回は合いびき肉を使ってます。こちらはお好みのひき肉で作っていただいて OK です。そしてまずはじめにひき肉を焼くんですが、焼いてる時にね、油がたくさん出る時は少しね油を拭き取っていただいて OK です。あんまり油が出すぎるとね、油跳ねの原因になるので、少し油跳ねしてきたなと思ったら拭き取ってください。そしてお肉にですね、少し焼き色をつけてみてください。そうすることでとても香ばしい仕上がりになります。そしてその後玉ねぎを加えて、玉ねぎに火が通るまでしっかり炒めて、あとは最初にお砂糖とお酒を入れてなじませて、その後ケチャップなどで味付けするようにしてください。お砂糖はですね、最初に入れないと中に浸透していかないので、必ず一番初めに入れるようにしてください。そして沸騰したらですね、一旦火を止めて、その状態で卵を火傷しないように割り入れてください。あとは蓋をして、目玉焼きがお好みの硬さになるまで加熱してください。今回はね、結構とろっとした半熟に仕上げましたが、こちらはお好みで OK です。あとはご飯の上に盛り付けて召し上がってください。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はロコモコ風目玉焼き丼を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。